ナンバーアラジオキナがお送りしていますそれでは給食係最初のコーナーから参りましょうこのコーナーは皆さんからいただいた美味しいお店情報を紹介しています早速なんですがしんちゃん見て今週もめちゃめちゃいっぱいいただてるんでしょ食べるのな皆さんいろんなとこ知ってるからねありがとうございますはいじゃ続いてえっとトップバッターこちらウマゴンさんからですありがとうございますえしんちゃんみーかゆうき D さんこんにちはウマゴンでございますみーか昨日の名古屋の七夕祭りの司会お疲れ様でした ええ <laughs> <laughs>、意地悪。<laughs> オフサイド。<laughs> <laughs> あれ一人だけみたいな。まあ一応ね、これ録音な。まあまあまあ、とりあえず島名さんは、私が会場でお店出したら、みかとゆっくりユンタクできんさねと言って。出さなかった島名さんとゆっくりユンタクできたでしょうか。あ、そういう経緯があったんですか。あ、でも、あのいろいろと、こう裏方として。スタッフとしてもね、誰かいないといけんよね。はい、で、さて給食係ですが、今回はリスナーさんでもあり。お店でもラジオ沖縄の南部地区中継基地ではないかなって。 ぐらい店内で864にダイヤルが固定されている金太郎さんに行ってまいりましたあの蕎麦屋金太郎さんね、はいはい、しんちゃんも行ったことあるでしょあるはい 40代も半ばなのであっさり豚骨蒼旗をオーダー紅生姜上宮の僕はそばを食べる時そばの中に紅生姜は入れないことを流儀としています大切なスープが紅生姜味になるのが嫌なんです嫌なんでまた紅生姜にスープの熱が通るのも嫌なんです必ず小皿を事前にいただくんですがお願いするとお姉さんが笑顔でサービスのフーチバーと小皿を持ってきてくださいましたやっってきたあっさり軟骨早期蕎麦に風知バーをを加え蕎麦をす,すりながら ながら小皿に盛った紅生姜を一口いただくことを繰り返していたらあっという間の感触でしたあっさり軟骨ソーキそばは券売機横の内輪を持って,持って帰っても600円 <laughs> ごちそうさまです場所は定休日は多くのリスナーさんご存知ですよね座長西町の野菜サムリアプロ以上ですということで馬ゴンさんからいただきました いしそうなんかすごいラーメンみたいなそうめんみたいななんかもうすごいの食べてガツンときたなみたいな。しんちゃんはほらまあ近いっちゃ近いというかまあそうだねうん2回2回ぐらい行ったね2回行ったねでもいつ見てもあれが先輩に見えてから敬語使いそうなるんだよねあこんにちはこんにちはこんにちはっすっていう時に「いいっすいいっす」てね 私さそうそうご縁があって私がね司会の里ね、そうそう披露宴の司会させてもらったので全け864のアジバリバリでんか行きたいんだけれどもねなかなか行けてないですよねそういえばあの方は焼き鳥屋も似合うような感じがするそうそうそうね角刈りをファインディングベニモもその次ぐらい似合うなと思いますでも美味しいそば屋さんを食べ歩いてやっぱりこういろいろ研究した若いけれどもすごい頑張り屋さんなんですよ俺は若いけどベテランって言ってる。

そうですね。うん。したらまた変ななそれ見に行く人からまあまあお客が増えることはいいことだよね。ええ、こ美女と野獣みたいな。まあそういうこといいですよね。よくあるよねそういうのっあるあるねえ。バナ言われる。でしょ。俺もでしょ。私いいっていうものなのかなと思ったけどよく言われるでしょ。うちはもうあれもうある居酒屋のまあ一歩という居酒屋の人がうちの連れ合いに出て、お前目悪いだろ。お前目悪いよな。頭も悪いし目も悪いよな。

そうなんですね。だからね、こうないものね、だりかな。ないもの。なんでから、不思議だわけよ。まあ、いや、ごめん、ごめん。な。食係じゃなくなる。なくなってくるよな。ごめん、ごめん、行きましょうか。ちょっと。あれ契約制だから、わった。一年に一回、契約公開。ええ、ディスカスさん。仕事中、お腹が空いたのが、我慢できずに、小座のガブソカ食堂に。食堂でそばばかり食べるのも、芸がないと思い、野菜ちゃんプる定食を注文。これがうまい。 味付けに早期の煮汁が入ってそれと一緒に早期の端早期の端肉っていうのは、うん、入ってまあさん、えー、仙台ガブソガの親父の味付けを思い出すひと品でした、うん、冷やみかち九州冷やみかち東北というディスカンさんありがとうございますお<ー>こういうところでさ、うん、そのちっちゃいお椀にちゃんとそばが

新ちゃん風にミカヒこんにちは、うん、山本彩か三角式の公式はそうだね底辺かける高さ割るヒーだね <laughs> 面白いヘクトパスカのオシロですえちゃんあのヒ <laughs> ーえちゃんね足食えてやヒー足を汚れてヒー <laughs> すぐにロンバーヒー底辺かける高さ悪い <laughs> 飛ばすから大城さん、えー、今日は南部アマーで何度も紹介された名古のジャンバルターコに行ってきたので報告しますこのお店の一押しはチーズチキンライスだそうですがほら僕ってアンリの月次にタコライスが好きじゃないですかだから僕は迷わずタコライスを持ち帰りして七曲がりのテトラの上で夕日をなめ眺めながらタコライスディナーしましたがなんともスパイス スしいなタコライスで毎夕でしたそんなジャンバルターコーの場所は三重アガリエショッピングタウンのすぐ近くですということでヘクトパスカル大城さんですありがとうございます あなんかもう本、あのー、間違いない定番なタコライスですよねこういう透明なビニールのね、うん、あのパックご飯に入ってからね,ねああの弁当で言えば250円ぐらいので、ね、でタコスミートが上に乗ってチーズが入ってチェダーチーズね上で刻まれたレタスが乗ってたっぷりとこの何に、えー、タコソースが乗ってね、うん、美味しいんですよ絶対にしたたかかける人もいるよねやっぱ辛さもねはい、はい、えすね、はい、久しぶりのメールですユン おすすすめのおいししカフェを紹介しま宜野湾市野岳にあるオリーカフェ、うんえー、お水はデトックスウォーターで食事もおいしくてランチに付いているドーナツと飲み物も最高金額もリーズナブルでおすすめですよって、えー、ユンさんから来てますけど場所どこかな 野田家のどこなんかな。野田家までいったら、まあ野田家でユンで探したらわかるかもしれませんね、はい。ユンじゃない、これペンネームねユン。あ失礼しました <laughs>、えー。オリーカフェです、ね。オリーカフェね。野田家のユンで探されたらユンさんびっくりですよ。うんうん、そうだよね。いないし。<laughs> はい。えー、じゃ続いてムーネさんです。しんちゃんさんミカさんこんにちは。ムーネです。<の>今日は給食係でコンビニで変わった豆乳を見つけてレジへ。 するとレジ横のカゴにパンを発見ならばとアイスクリームコーナーでこれも追加ご覧くださいじゃじゃんしんちゃんミーカチョコミント好き嫌いはいどっちということで豆乳のチョコミント味チョコミントメロンパンでアイスクリームのチョコミントのこのサンドになってるやつですね。<laughs> 全部チョコミント好き いや,いやあんまりほら得意な人ってやっぱりそうそうでもないっていう人、うん、結構いらっしゃいますね。そう,そうでもないですね。あの今年はチョコミントがどこのコンビニでも結構来てるんですよね。来るらしいですね。あのチョコミントのパンで青青いパンとか、<ー>そうでこれはなんかこのまたサンドされているこうコーティングされているものなんですけど、うん、チョコミント味のそのうち今年の冬はあのあれが出るんじゃないかって言われてますよ。<鍋>違うえっ、ー、となんだっけニックマン。はー。 っていう風に予想していた、いね、そうそうそう、こんだけチョコミントが来てるから、かね、こういうのが来るかもねっていうので、いやチョコミントの中華ま、うんはもうどうなんだろう、ね。パクチーとかあったらどうする？パクチー、私パクチー大好き。<laughs> うん、あれダメ？ パクチーマンとかできたらもう食べるうもう私パクチーチップスパクチーチップスあれはいはいあれ美味しくてバリバリよく食べてましたしそうですかああもうほら、うん、うう,う,うじゃなくてもうちょこっとでもこれぐらいで、うん、もうもうお手柔らかにそうかういやっぱ、はい、好き嫌いあるからねともんさん来てますね、はい スば五十八杯目は、沖縄市にある居酒屋・ギルー食堂です。はい、以前、半熟卵のカツ丼を紹介しましたが、うんうん、今回、聴取したのは、早期そば第六百八十円です。早期が三個かまぼこ三枚。この、えー、フォルム、なんかいいんじゃない？若干コリコリ感がある軟骨早期。だけどうまい。たまらない。他には、手引き、チキン、野菜、牛すじ、あさり、バター、そばってあったけど、一番気になったのは山学校そば。 昔のヤンキーの定番ランチサバ水煮の混ぜ麺って書かれてたよ。クワガナニーニーに食べてほしいね。サ,サバの水煮だけに、えー、あとは味噌汁550円カレー600円カツカレー680円デビスそば七750円だったよ。シャぶトンさん友分調べでは味噌汁機構では紹介しているね居酒屋義ル食堂の場所は沖縄市上川北インターを降りたらそのままマッ当バ坂を、えー、下ったら右手にファミリーマートあるからこの。 交差点右折左手にハイウェイドライブインピュア食堂を過ぎてしばらくしたら信号あるからその左手になります隣は有名な闘牛ビデオやね、えーえー、ランチタイムは11時半から15時すぐ閉まるよ駐車場2台ぐらいしか止められませんやっぱりそばが好きということではい美味しそうね<ー>ああななああ麺

それがさ分かるよ今自分で結構パソコンで作れるけど下手な人ってやったメニューのところで美味しくなさそうに映ってるのこれ逆効果じゃないかと思う時はなトランんけみたいなそうなんですよだからとっても上手美味しいところをポイント押さえてるしそうねそうまさに画像から湯気が出てくるようなすんごいうまい取り方ですその間食べるのを我慢してるわけですどねそうだからランさんもありがとう見てこの麺の持ち上げ方これ箸の持ち上げ上手もうテレビ局の人みたいなねはい持ち上げって はい、物撮り。<laughs> <laughs> もしかして食べるようとつ取り用でよニコ注もしてるな <laughs> そこまでしたら偉いけど低芸 <laughs> な出費だよな650円の2つ <laughs> あなじゃあ続いていぶしどころさんお久しぶりでございます久しぶりといえばカレー専門店ハリーズが店内の改装に約半年かけてリニューアルオープンハリーズプラスカフェ、えー、ハリーズプラスカフェとしてパカッとオープンしました店内はご覧くださいカウンター席が5席テーブル席が3人が かけが2つとこじんまりとしましたねカレーは今までと変わらずスープタイプと通常タイプも用意しています私はスープタイプにとんかつをトッピングドリンクとスイーツメニューが豊富になりましたパンも提供していますし持ち帰りも OK です場所ですがスタジオチャーリーの隣道向かいにえジャフがありますわかりますスタジオチャーリーってことはあっちですねシュリシミネ のところか、裏添,浦添あの、あのへん。支かな、何かな。あの裏にっていうところですよね、住所的にはね。はい、営業時間は火曜金曜は11時から夜9時。火木、土は11時から17時、日曜日と月曜日は定休日です。美人姉妹が迎えてくれますよ、ということで、いぶしどころさんです、ありがとうございます。前田だな。あれ前田になるの?。ほら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 。ほら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 。あまね、うわ、梅雨だくならぬ、カレーだくだくだ。<laughs> すごいね本当ねスープカレーだねね、レンコンもちょっと揚げてチップス風にしてるからちょっとカリカリな食感とだからこのちょっとつゆに浸ったカツの部分と、うん、カツが浸っていないサクサクな部分とそう,そう,うまーい具合お,お風呂入ってるってこと入ってないってこと、ね、そうです上半身とねあれみたいなそうです半身、うん、よ美味しいぞ 活が半身いしゃぶ、ま、ドゥンのカレーサビラ明かり続きですね友分、はいえー、に教えてもらった沖縄市のお店浜屋です今回もたくさんのメニューの中から G チチキンカレーをチョイス今回のカレーライスは黄色っぽいカレーで具は玉ねぎ人参鶏肉それに表面パリパリのチキンがのってました辛さレベルは2位でしたが一緒に「危険デンジャー」 少量ずつお試しくださいとラベルに貼られたカレースパイスがついていて辛さの調整ができました値段は七百五十円美味しかったですごちそうさまでしたさて場所は給油高校から国際道路向けに歩かせると右側に山内中そして、えー、次に山内商が現れますその次の信号を右折してすぐ左折その信号のところにあるファミリーマートの裏側ですということでありますはい。 よく知ってますね。食券の販売。これ、これ、何、カレー、スパイスでしょだからっと、ちょっと、ちょっと、かけて。こういうの嬉しいね。これ、いいね。まこういうのがいい最初から辛かったら、な、もう試合終了ってなるさ。ちょっとずつ味変えたい人もいるさ。途中からとかな。さっきのそばの話もあったけど、俺も途中から紅生姜入れたりするわけ。ちょっと味変化級。最初からちょっと嫌な人が。うちも、この、後から。 加えるスパイスをいつもこの甘口でさ、はい、もう子どもたちが甘口だから甘口で作るんですよ,そうだ,よ、ね、だから旦那と私はちょっとずつスパイスを加えて足していくんですよね、うん、そしたらあの子どもたちに別にねそ,うそうの自分が流通できるもんねこのスパイス見つけた時に考えたい人ほんとすげえと思って納豆サーズねうもう箱買いしたもんだからこの不便を感ったぱね、うん、何かねこう,らだからこういう困った時は何かこういい きっかけになるんだよね。そうあの、ね、なんか困ったのは発明の母みたいな、こんな言葉あったよね。そう,そうあ、なんか、そういう言葉が。でも、本当、美味しいぞ、これ、ありがとうございます。はい、はい、ということで、今週は皆さんから美味しい情報をいただきました。給食係です。まあ、ちょうどお昼時間のこの時間ですから。うん、皆さん、お腹も空いていると思います。この後もしね、食べに行くよ、という方は、ぜひ参考にしてみてください。はい、来週も、皆さんから美味しい情報、お待ちしております。以上、いい給食係のコーナーでした。それでは、続いて、このコーナーです。<music> 編のーこのコーナーは地元に全力 au 沖縄セルダーの提供 お送りしますさあそれでは今週この方からいただいたメッセージ紹介しますがまずこのコーナー皆さんからねあの特にテーマ設けていません、うん、スマホユーザーガラケーユーザーの皆さんフリーでメッセージ送ってください,はいまあ携帯にまつわるねそうですエトセトラでございますはい。はい、こちら石ころさんいただいておりますどうも久しぶりですね、うん、ありがとう、えー。しんちゃんさんにみーかんさんにゆうきじいさんこんにちはどうもあなたの足元に転がっている石ころです、はい、最近読め方の母ちゃんに タブレットを持たせたんです義理のお母さんって、ねうん、はい、えー。一通り教えて自分で操作させてみたところ気づいてしまいました画面タッチの圧力が力強いということを習熟 <laughs> 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 やるんだなわかる銀行にいっぱいいますよ できないっす。でも、だんだん声が、あの、は、はぎ、はぎすぎで。あれ、暗証番号入力がね。ねその前の暗証番号間違ってるみた。<laughs> っていうか。<laughs> 小学校一年生の筆圧チェックみたいな感じで。もうさ。そうね、スマホも力強く。疲れ、疲れちゃうよね。でも、そうするとさ、<の>ずっとやってるとさ。俺も。 フリック操作だった。はいはいはい。これ、死に早い人、も憧れるんだけど、もうやろうとして余計遅くなってない。かそうそう、私も遅いから、私も。今から、あっちの向こうで、ちなくんがデイジあるわけ、このフリック操作の話すると。死に遅いわけ、俺も。いや、できるフリック操作、俺、これも親指だけで、こんなこんなしてる人いるさ。デイジだな。俺たち、あれだよねなんか、新高山登れ富士だ、カチャガチャ。ノブランケや。 ああ分からんけ<な>どトラトラトラ <laughs> みたいな感じなんで。<laughs> <laughs> 登らん登らんみたいな <laughs> えっと,とりあえず一通り教えて自分で操作させ,、うん、させたときに画面タッチの圧力が力強いってところに気が付いてしまったと、うんえー、文字入力一個一個をグッグッと押したり横にスラ,イスライドさせるのもグッと押してっだからもう <laughs> えじゃフリック操作を教えたんだってすごいね習字 <laughs> の先生みたいな感じでしょ 止めるハねる <laughs> レテンみんな漏れてるのかんみたいなレテン戻りなさい上に漢文画面割れんかね締めるとかということでいただきましたこれで疲れたっていうのを打ってたら死のおかしいけどいや確かに疲れる <laughs> トゥー <laughs> そりゃ疲れるよな。<laughs> あーもうおかしいけどこれ,もかどこれ前も言ったけど俺がもう例えば息子とかの呼んで送ろうとしてる時にもう次のが来るさあ早いよねそうなんですよ<う>この間さ私ちょうどユキエと LINE でやり取りしてたんですよ、うん、ユキエにこう編集のメッセージ書いてる間に「キエがポンポンポン」って来るので返した時には幸恵のあのこと前の<が>。<laughs> そう 話が合わないんだよな <laughs> もう一回話が戻ってるわけるで駅がまたこれにポンポンポンってやってる間に私が返信する前に送ってくれたコメントに対して私コメントしてるからうそうよねおかしいのよね、うん、見たらねあの並び見たらね何時にするん3時かなって送る時にじゃあ2時にしようかみたいな。<laughs> 例えばこういうことでしょねじ塩化が来て<ー>もうで俺が「じゃあ三時がいいか」みたいな送ってるけど「じゃあ四時ね」とかもう,もう意味が時間分かる意味みたいな。だから私あのこういう操作のこの開始が早い人たちには大体了解っ打つ打つ間にこう帰ってくるのでもうスタンプんな。どんなことか <laughs> これあのねあっち向いてやってみてク、うん、<laughs> ていう <laughs> こういうスタンプを送ったりとかするんですけど<ー>いやでもね本当よこう大人になればなるほどさなかなか操作がね大変だなと思っているそこの皆さんに<ー>ここで栄養沖縄セせるなからのお知らせです。はい スマホをパチ内操作してみたいなと思っているあなた au、うん、沖縄セルラーではスマホじゃない人もスマホ初心者のことも筆読人生がさらに楽しく便利になるかもしれないお話が入った大人のためのスマホがすぐ分かる本その名も大人のスマホンと新潟県産コシヒカリ初めて舞がもらえる素敵なキャンペーンを実施中です。今ししんんちゃががチェックしてまますね,、うん、てますねスマホを始始めるるイコールたくさんの新しいそそうそう,そう、うん これねショップでアンケート簡単なアンケートに答えるだけでもらえるんですよ、うん、うんあの実は私、うん、au ユージャーじゃないんですがという方もこれもちろん ok で、うん、ぜひぜひお近くの au ショップにお気軽にお越しください、はい、今しんちゃんほらチェックしてるじゃないですか冊子、うん、も感じませんか 大きくちゃんと携帯のあのこの,スマホの大きさになってるんでそう私にさ、うん、こういう取説ってもう最初から文字がいっぱいあって、うん、かるなんか情報が盛りだくさんすぎて、うん、ちょっとあもう自分操作できないかも扱えないかもってちょっと諦めてしまうんだけどで,、うん、でもこのなんていうのこれすごくこう分かりやすいっていうか。この冊子も1枚1枚 もうシンプルなんですよ大きめにやっぱり今日1枚1日1ページこれをちゃんと見て、うん、じゃあ次あまずは基本のその1なるほどこういう風にやるんだなっていう感じで1枚1枚1ページ1ページチェックしていくと、うん、きっとスマホを活用する時の,そのもっともっとこれスマホが皆さんの身近になるんじゃないかなと思うんですよね。ここれれ大人のスマホ私も本当にこれあ ちょっともう一回そうもう一回見直そうと全然機能を使い果たしてないからね。そうそう。うん、はいぜひですねこれ、はい、あのー、お近くの A.U. ショップの方に足を運んでいただいて簡単なアンケートにお答えいただきましたら大人のスマーボンとそして、えー、今日スタジオにもう一個初めて前っていうのが来てるんですけれどもこれスマホサイズのなんかこう絵が、ね、書かれてるんです初めて前もさ、うん、ちょっとなんか大きめのなんかスマホちょっとタブレット 素敵な感じの、ねうんはい、サイズでなってるんですがこれ初めて舞もプレゼントしていますのでぜひですねあのー、多くの皆さんに足を運んでいただきたいなと思います。で今日はなんと番組を聞いてくださってるリスナーさん5名様に大人のスマホとそして初めて舞をセットでプレゼントしますイエーイパパパチパチパチー、えー にまあキーワードを書いていただいて本文に住所氏名電話番号などの連絡先を書いて南部、うん、アットマークアロキナドットシオドット JP までご応募ください。これセットで郵送しますので、もちろん離島や県外の方も参加 OK ですので、は,は,は,はいはい欲しいなという方はまずご応募ください。うん、しんちゃんこれ件名、うん、なんて書きましょうか。え二、ー、ペ二ページでいい。なんで二ページでいい。スマートフォンでいい。二ページの本。 二ページの本スマートううスマートな本で<笑><笑>よくわからない <laughs> スマートな本で、うん、スマートな本スマートな本はい、うんはい、じゃあスマートな本って書いていただいて、うん、本文に住所氏名電話番号などの連絡先を書いて南部アットマーク、うん、アール沖縄ドットシオドットジェーピーにご応募くださいまず詳しくはねあのお近くのエーーショップの方にも足を運んでいただけたらと思いますはい、はい、沖縄セルラーからのお知らせでした。 あえっと、スマホンあ大人のスマホンじゃなくてスマホンかじゃあごめんなさいただじゃあスマホンでいいよじゃあ県名 じゃあスマホでシンプルに、うんうん、はいじゃあ件名はスマホって書いていただいてご応募ください、ね、スマンはいえー、以上沖縄セルランからのお知らせでしたさあこのコーナー機種編ロックンロールは皆さんからのメッセージをお待ちしております今日のように、えー、石ころさんお母さんがスマホを使っている姿を見てこう思ったようなどの意見 <laughs> もう止めが強いとかね羽が強いとかおすすめアプリとか、うん、ぜひ皆さんからの情報お待ちしておりますアドレス は南部アットマークアール沖縄塩 .jp でお待ちしております、はい、スタジオの様子は youtube でチェックできますので機種編ロックンロールで検索してみてください、はいえー、以上沖縄セルラープレゼンツ機種編ロックンロールこのコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りしましたさあそれではラストのコーナー刑事係に参りましょう、はい、あなたの街のあれこれイベント情報を見つけたなどいきますけれども、うん、あむしろ看板見つけたなどいきますけど、はいえー、今日は、えー、この後イオンなごショッピング センター、えー、ティーサージパラダイスサービスサンデーの公開放送がこの後すぐ行われますのでの、ね、はい、はいはい、ちょっとお知らせさせてください、うん、エイオン名古屋ショッピングセンター名古屋の日開店15周年記念スペシャルをお送りしますえー、と専門店街イベント広場、えー、ベスト電機前になりますね、えー、ティーサージパラダイスのヒープーさんそしてサービスサンデーのパーソナリティのリップサービスリポーターのシントスケそしてパーソナリティのサーキー歌のゲストは、えー、シャカリそしてトゥルルンテンスペシャルゲストに手 ツアンドトムが登場します。テーマは名護あるあるでお待ちしておりますよ。ぜひイオン名護ショッピングセンターに皆さん遊びにお越しください。はい、お待ちして。います名護あるあるよろしくです。はい、さあ、それではいきましょう。<laughs> あのうちの娘の学校に、名護近辺、うん、名護も含めね。はい、はい、近辺から来てる息子、あ、息あのお子様がいるんだけど。はい、あれ、なんか、ここら辺の南部の人、なまってるよねって言って。<laughs> <で> <laughs> とてもなんか、なまってるよねって言って いや、わーって言いたくなる。<laughs> 名護あるある。なんか、なんかこっち来たら、喋り方変わって。名護に戻ったら、また、また戻るんだけど。<laughs> 那あの人、なんか、結構なまってるよね。どっちがお。おにぎり。ファミリーマート。<laughs> おにぎり食べてる。 <laughs> ごめんね、ええー、国分寺の加藤ちゃんですね。ええー、先月リアルにツバメが,が <laughs>。駅前で子育てしてたんだけど。うん、ここのツバメの巣は、ツバメを誘導する人工的な巣だったんだって。そばべたち騙されてみたいだけど、巣立っていった感じで。<laughs> ごめんなさい。どうした?。おにぎり。うんえー <laughs> おにぎりが喉にかか、え、すだっていった感じでしたよ <laughs>。お二人も人工的なツバメの巣が落ちたときはここに電話してね。では縛ってね <laughs> と角ちゃんごめんね僕が、もうすだっていったんですね。<うん S 2> このちゃんとしたうんうんつまめの素をご存知ですか？はい。じゃ続いてトマブンです。ご覧ください。気に入ったものもらっていいよっていう <laughs> 手書きのボードに、<ざ>えっとむしろね。<laughs> うんむしろあと多分んかあの棚とか布団かねこれ下もんかもうスナックで使っていたテーブルねマーブル模様の上ねテーブルねありがとうございますトムくからコメントなんか上からだしなんかもらいたくないよねってこうやってあったんですよいやね多分いらないものを欲しいなと思う人がいればねそれはそれでいいなと思うんですこれが気になっこれ何ねしんちゃん れ俺横にあるのテーブルねずっと気になってるんですけどあのあれじゃない卓球の大きいやつじゃないなラケットの <laughs> <laughs> ラケットのどっか卓球ショップでやった人が <laughs> 看板につけた時にもう誰かこの後使うみたいな <laughs> 死ね大きいだけ TSP って書いてる <laughs> TSP <laughs> TSP って書いてる <laughs> バタフライとか <laughs> えこちら、えー、横浜の瀬谷区小学校の給食はここまで来ました、うん、リハビリ調理師さんから来てますけども、はい、リハビリ調理師さんすごいねこれ横浜の学校だよ。うんうん、え三、ま、0年度の4日、うん、ご飯んーブ入り地人参のしりしり <laughs> ま,まあ空分入り地と人参しりしりが出るってすごいね、えー 沖縄のこのメニューというかののこれでも多分、うん、あのあれだと思いますよ。管理栄養士の方が多分そういうまあ近くあれなのかな。ね、<の>ルーツがあってとか、<ん>多分各郷土食を取り入れようみたいな取り組みしてるのかもしれないね。んう,ねねうん素敵。筑前煮とかっていうのも俺もうここそんなに昔から馴染みなかったんだけど、はいはい。福岡さん筑前とかっていう。 あの、だんだん、もなんか、当たり前になってきたけど、やっぱり、あれだよな、こういう、いや、出すことだよな。食べること。だよな食べる機会がないと、うん、なかなか、ほら。も,もそう、あと、年中、しりしりとか、テレビで、全国テレビで、取り上げてくれたりするもんね。はい、うん、ということで、これも、時間になってしまいましたので、<ー>また、これね、はい、紹介できなかったものは、次回、はい、ご紹介したいと思います。さあ、このコーナー、給食係は、皆さん、あ、ごめんなさい、刑事係は、皆さんの街のイベント情報、面白看板、見つけた。などの情報、を待ちしています。アドレスは、南部アットマークアール沖縄。